感はねお礼をしたいなというふうに思っております。はい、29位から、まあ、ね、30分ぐらいしかないので3人ぐらいもしできたらいいかなっていうふうに思っております。最初にお名前だけお呼びいたしますね。韓国ペンギンさん、あたりさん、埼玉のおいたんさん、いらっしゃったら、もしね、おー、しまたろうさんありがとうございます。すごい引き、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。好きだわー、ありがとう。リッチーこんばんは、クッキーもたくさんありがとうございます。そう、超10代のねイベントのお礼をねさせていただきたいなっていうふうに思っております。そう、メール、今日のね朝のメールにね、そう、実は書いたんですけど、撮ってくださってますか。ありがたわです、本当にありがとうございます。サボ子さんありがとうございます。村部さんもありがとう。もしいらっしゃったら、埼玉のいたんさん、あたりさん、ここペンギンさん、もしいらっしゃったらコメントよろしくお願いします。いらっしゃらなくてもやろうかなちょっとね、メールでは、ね、1時間ぐらいあるっていう風に書いたんですけど、30分ぐらいしかないので多分3人ぐらいで終わってしまうと思います。はい、こんばんは。こんばんはです、ヤッホです、ヤッホです。たまにゃさんありがとうございます。かわいい。お、浦部さん、浜広さん、小辺美さん、ありがとうございます。浦部さんもありがとう。ルルタンナさんもありがとうございます。Thank you です。さくちゃんさんもありがとうございます。命大事にイベント中です、ぜひよろしくお願いします。こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします。間違えた、こっちだ。よろしくお願いします。イベント中なので、ただいまのイベント中なので、ぜひ、無料のショーゴールドが余っていたら、ぜひ、のぶちゃんに、なるべく10連で投げていただけたら嬉しいです。そして、キラキラ星も、のぶちゃんに100個いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんばんは。あきさんありがとうございます。命大事には命がね、そう 60% ぐらいの力で楽しく、その中でイベント頑張っ、楽しく頑張ろうみたいな、そんな感じです。はい、チョブさんありがとうございます。こんばんは。お子様ランチさん、ともさんありがとうございます。メタロウさん、あ、ごめんなさい、こんばんはそう、名前をね、たまたまねパッてついたから呼んでしまったんですけど、引きこもももさん、ポニーさんありがとうございます。皆さんこんばんは。王様ランチさんもありがとうございます。前太郎さんもありがとう。七海王さんもありがとうございます。はい、ではそろそろやっていこうかな。まずね、カコピンギーさん 60% 以上はちょっとお控えくださいませ。真っ白にならないように。そしてね、のあぴちゃんはお話し会を最優先にしてほしい人なので、その分、その残りの 40% から 60% 70%10% 90% は、すべてお話し会にね来ていただけたら嬉しいです。申し込みができない地域の方々は、ショールームはねどの地域でも応援ができるので、ぜひこちらはその全力投球でお願いします、そういう方は。でもお話し会のお申し込みができる地域の方は絶対に
お申し込みよろしくお願い、あ、違う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 、お申し込みができる地域の方々はぜひお話し会の入りになるぐらいまでお申し込みよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。完売を目指しております。2部完売、2部以上完売出したいです。目標2部以上完売。今ね、まずリアルお話し会の、まずリアルお話し会に最優先でお申し込み、次に、まあちょっとね、ないんですけど、リアルお話し会にお申し込みしていただけたら嬉しいです。で、3にリアル、4にリアル、5にオンラインお話し会。なので、まず、もう本当に最優先でリアルお話し会に、来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。こんばんは。今ね、第11再販が始まっておりまして、今ね、第2次の6時から、本日の18時から始まってるんですけど、先ほどリポストいたしましたので、ノアピちゃんの STU48、ノアピピで、今ね、個人、固定コメントに書いてあるんですけれども、そう、ちょっとね、個人 X をご確認して、いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。あ、ソニックさんありがとうございます。こんばんは。そうで、そこのところから確認していただけたら、先ほどリポストいたしましたので、お申し込みのほどよろしくお願いいたします。モロクズのお申し込みでね、お願いします。はい、無料登録できます。イエーイ、見て25日の話し会楽しみにしてます。楽しみ、ありがとうございます。こんばんは。1にリアル、2にリアル、3にリアル、5にリアル、お話し会を優先的に、リアルお話し会、ただいまね、3月20日のさよなら中二病、題名面白いでしょう。気になる方はぜひ来てください。どんなことをするのかと言いますと、この1年間のアピちゃんはこういうとこが中二病だと思ったみたいなのとか、あとはね、どんなのアピが登場するかは分かりませんので、ぜひ気になる方は来ていただけたら嬉しいです。これが一番最初の最優先で来ていただきたいです。よろしくお願いします。お話し会の日、誕生日です。この日ね、ありがとうございます。皆さん、この日はね、1、2、3時間目で、1、3時間目がお話し会です。2時間目がツーショットなのでね、可愛いデートコーデです。チョコレートデートです。チョコレートって知ってますか？チョコレートはですね、あ、これ広島県で行います。もし来れる方はぜひ来てください。これはまあ、仮な気がします。ちょっと待ってくださいね。そう、最初と最後が仮で行われる予定だったので、はい、3月20日は仮で行われます。仮メッセで行われますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、25日もお待ちしております。チョコレートデートはですね、チョコレートっていうのは It's me, are you? の島らしいです。そう、中3になりましょう。もうすぐ、早いですよね。次が3月3日のオンラインお話し会なんですけど、オンラインお話し会は3月3日の、おひなのアピのところにお申し込みいただけたら嬉しいです。リアルにね、来れない方とかは、そう、ぜひ3月3日のリアルお話し会にお申し込みいただけたら嬉しいです。最後、このシングルのね、今のところ最後のお話し会となっております。3月23日の土曜日、3時間目お会いできてよかったという、今年1年でありがとうっていう意味を込めて、お会いできてよかったっていう風な題名にしております。
なので皆さんに感謝をね伝えたいと思います。なんかそう、最近ねファンになった方にも、やっぱりファンの方にもたくさんお礼をねしたいと思います。ノアピのファンになってくれてありがとうみたいな、 それの内容は内緒なんですけど、まあ、やめるわけではないので大丈夫です。はい。そう、あ、それ、マリオカートのね、そのコース名のやつです、チョコレート。それがねリアルお話し会なので、みんなリアルお話し会待ってるよーん。チョコレートデート、どんなデートコーデになるかお楽しみに。うん、今から楽しみにしてます。はい、楽しみにしていてください。ちょっとみんなマリオになってね。It's me マリオって言ってきてね。私はピーチ姫になりますので、クッパにさらわれます。あーって言って、リアル話し会待ってます。はい、3月20日のさよなら中二病の日が最優先で来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。お申し込みができる方はぜひよろしくお願いいたします。絶対に成功させようね。あ、かくさんありがとうございます。ファイトありがとう。そう、まあ今までの流れ的にはこんな感じ。やっぱね、誕生日プレゼントはそう、あちゃーって感じなんですけど、うん、でも本当に来てくださった方ありがとうございました。オンライン話し会こんばんは。来年の誕生日こそは皆さんから誕生日プレゼントをいただきたいです。おめぞうさんのじみょんごさんありがとうございます。いえ、誕生日当日に お話し会ねやりたいよね、やっぱりね。でも誕生日当日に配信あったんですよ。そう、ニューエプロジェクトっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、皆さんニューエプロジェクトの YouTube チャンネル、今年のめっちゃ最近かもね、今年の3月末までに、首にする？3月末までに、1万人達成します。登録者数が1万人達成しますと、私たち今 2.5 期研究生という風な形なんですけれども、ここから正規生に昇格するという挑戦をしていますので、もしよければ、ニューウェブプロジェクトという YouTube チャンネルのフォローのほど、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、ニューウェブプロジェクト STU48 がついてないので、ちょっとね英語なんですけど、ニューウェブプロジェクトで、はい、よろしくお願いいたします。キノコのパパさんありがとうございます。はい、が私たち 2.5 研究生のチャンネルでございます。よろしくお願いいたします。今ね9100人ぐらい今行ってまして、めちゃめちゃ本当に伸びが良い時期なので、2月中には達成したいなというふうに思っております。超えてゆけが私たちシティフォーテートの今年のスローガンなので、はい、6周年の時のね、はい、なのでもうすぐなんです。本当にあとぜひあと900人ぐらいの方々が登録していただけたら1万人達成するということで、とてもね楽しみなんです。そう、ちょっとね、まあ、今いらっしゃるちょっとのぞみよんごさんやっちゃいましょうか。長寿代のお礼をさせていただきます。そう、あと1000人切ってるんですよ。そう、ハヤトさんのおかげでね、めちゃめちゃ気に抜いて感謝です。命の恩人です。リュウさん、フロトさんありがとうございます。シャンシャンさんありがとうございます。
はい、25位のじみおんごさん、ありがとうございます。手乗り。手隠れてる。手乗り、黄色い鳥。スクショが永遠にブレる。もし好きな曲があれば ST ホテルだったら何でもいけます。予定です。あと、もしこのグループさんのやつのどれか歌ってほしいみたいな、ちょっとね、曲は指定はできないです。このグループさんのやつを歌ってほしいみたいなんだったら全然受け付けます。はい、いつものねイベントだと、ST48縛りで自分でねリクエスト選んでやってるんですけど、今回のこの中々大のイベントは初めて結果が残せた楽曲なので、ヒタレたちオッケーです。そう、初めてね結果が残せたっていう、すごくめちゃめちゃ大事なイベントだったので、こういう風に色のついた、そう、予選の時はピンクだったんですけど化粧を青にしてみて、ちょっと手厚く慎重にやってます。イエーイ。じゃあヒタレたちまだ歌ってなかったですね。そうですね、46さんとイコールラブさんは歌えます。あれノイジョさんはちょっと曖昧です。お、歌ってる方がいらっしゃいましたか。ね、ノイミーさんと、そう、ちょっとね、この女優さん、わからないです。もし今までに歌っていらっしゃる方がいらっしゃれば歌えるのかもしれませんか。歌ってなかったらイコールかもしれません。わからない。楽しく盛り上がっていこうぜ。のじみおんごさんプレゼンツ、皆さん楽しんでいきましょう。ありがとうございます。最悪。ガヤがうるさいんですよね、本当に。本当にこのメイトさ、クビにしようかな。本当に。いや、知ってるよ。知ってるし、うるさいのよ。聞こえてるのよ。本当に。もう、イライラ。いえ、私専属のメイドさんです。二人いるんですけど、二人ともうるさくて。ごめんなさい、のぞみおんごさん。よりによってあなたの番に。びっくりー。うん。いや、大丈夫です。たくさんいるので。うん。だから、メイドさんと言っているでしょ？いや、うるさかったから、この子で、そう、ちょっとね、一生児をしてたんですよね。そしたらね、そう、笑い始めるから。何をしたかとは言わないけど、そう、この画面外でね、こうやってやってたの。いや、ね、そう、
私の意思表示をねしてたんですけど、あ、ひどいことはしてないので大丈夫です黄色い鳥可愛いでしょ、そう、リラックマの。このイベント期間中に、そのこの超重大のイベント期間中に撮影したので、のびのさんありがとうございました。うん、台裏配信の予定ありますか？ないです。いや、ちょっとあったらやばいですこんばんは、こきらありがとうございます。ジュリエット555555ジョーさん、違う、ありがとうございます。エビサマさんもありがとう。そうだからわかったって、わし知ってるよ、なんとも言ってるよ。レトリンケチャチさん、お父さん、ならぶさん、のずみおんごさん、ありがとうございます。さくさん、かずさん、ありがとう。めぐろのこじさん、セラマキュリさん、ありがとうございます。やまさんもありがとう。ならぶさんも、おひさまさんもありがとうございます。かぶりさん、ケトルさん、かいさん、きょうやさん、ありがとうございます。ピトーさんも、ピトー、ピトン、わかる方いらっしゃるかな。I'm from Indonesia. Thank you for coming my showroom. ありがとう。My name is Noapi. I'm 14 years old. I'm now event. So please give me your stars and free show gold. Okay? Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. ああ、確かになかなかないもんね。最近お母さんに行ってきましたか？うん、どうでしょうね、わかりません。ということで、もう時間なんですよ。早いですね、あっという間。一人しかできなかったそう、ピトンっていう映画のキャラクターがいるんですよ。あの、私の好きなプリキュアっていうアニメの、そう、スター、ピンクル教えて、ピンクル早くの、ヒロクマ知ってる、あー、広島のクマみたいなごめん、わからない。嬉しい、写真集みたいなありがとう、照れちゃう。うん、イモピ、ちょっとね、正反対なんですよね、イモピと私。そう、なんかね、似てるよ、似てる、似てる、似てる部分もたくさんある。楽しいよ、昔自分もこうだったのかなって考えると。コラさんありがとうございます。ウレタイさんもありがとうございます。嬉しい、嬉しい。じゃあ、定食さんもありがとうございます。山本さん、ありがとうございます。チョコ、チョッキキクッキー、ありがとうございます。では、終わります。